なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな？うん、分かった。頼むな。よろしく、キリト君。それではボスの攻略に向かいましょう。おう、キリト。この層のアクティベート済ませてきたぜ。そうだな。もしかしてこれってデートのお誘い？でもそういえばキリトさんにはアスナさんが。でもキリトさんから誘ってきたんだからいいよね。でもここって。そうだね。こんなのはどうだい？ピクルスとかチーズとか発酵食品が多いですね。あ、これなんていいかも。リンゴのシロップ漬け、甘くて美味しそう。私そんなに食いしん坊じゃないです。だけどこれなら料理系スキルがなくても料理を作ることができるよね。そしたらキリトさんに。なんでもないです。水車ですね。この海藻にもあったんだ。っていうことは小麦を製粉してこねればパンを作ったりもできるかも。ですね。これなら私にもできそうです。キリトさん、私のことをちゃんと考えてくれてたんだ。嬉しい。頑張ってクエストいっぱいこなしてキリトさんのお手伝いができるようにならなくちゃ。そうしたらまた前みたいに一緒にクエストをやったりして。なんでもないです。ちょっとぼーっとしちゃってました。はい、頑張ります。わざわざ教えてくれてありがとうございました。いっぱいいいことあったね。私にもできそうなクエストも見つかったよ。それにデートじゃないけどキリトさんと一緒にいろんなところ行けたし、その上二人きりでお茶してあれ、もしかしてこれって結局デートしてたってことなんじゃ。ピノどうしよう。キリトさんにはアスナさんがいるのに。これって不倫っていうやつじゃ。うためだよね。でもやっぱりキリトさんといると楽しいし、その。